お世話になります、ひとりでございます。鎧の高騰でダクマを入手した後、そのままマスタードに話しかけると、不可もなく、不可もなくって感じだね。と言われますよね。このマスタードのセリフは別の動画の検証で判明しましたが、夏気度を表していて、このセリフの場合、夏気度は普通の状態ということなんです。で、普通はこの後ストーリーを進めて夏気度を上げていくので、その後の夏気度が上がった状態のマスタードのセリフを聞いたことある人はいると思うんですが、ここで夏気度を下げたら何というのでしょうか。普通下げることはないので、ダクマを逃がした時みたいに怒られるのでしょうか、という趣旨の DM をいただき、気になりすぎて眠れなくなりました。っていうか冗談で言ったらガチで最近寝つきが悪くなりました。そういう人は多いと思いますので、今回はダクマの夏気度を下げたらマスタードのセリフはどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあもうすでにダクマ入手しておりますので、こちら1体だけ持っておりまして、こいつは夏気度は当然ですが上がっておりません。もらいたてほやほやですからね。この1体だけのダクマで、まずはマスタードさんに普通の状態としてどうなるか聞いていきましょう。これは知ってることですけどね、皆さん。はい、およよ、スリーチンとダクマの今の関係は不可もなく不可もなくって感じだねって言われるわけですね。ですからこれ、もし夏気度下げたら不可って言われるんですかね、多分。そう予想しておきます。じゃあここからテーマである夏気度を下げていきたいと思います。はい、じゃあここで適当に戦っていきましょうか。こいつでいいや。はい、プリンさん大丈夫かな、ちゃんと務まるかな。とりあえず適当に技をやって相手に倒されるだけですね。はい、倒されていく。これで一応夏気度下がってますから、すでに。はい、出しといて、で、そしたらここでバックから、すでに復活をね、30個買っておりますので、これを使ってですね、ダクマを復活させていきたいと思います。そうすれば復活層でまたさらに夏気度が下がるみたいですから、これで、どんどん下げていくことができるわけですね。こいつも死んじゃったわついでに。で、また次のポケモンを使うで復活させたダクマを出して、とりあえずあと1回だけ瀕死にさせてみようか。まずは、はい、それでこんぐらいでいいか。とりあえず1回分やって、これでちょっと変わるかやってみましょうか。まず、はい、で逃げていきましょう。で、これで逃げまして戻ってきます。とりあえず2回瀕死して1回復活層を使った感じなので、若干下がってる感じですかね。この状態でマスタードに話聞いていきたいと思います。どんぐらい下がってんだろう。はい、聞いてみましょう。およよ、スリーチのダクマの今の関係は全然打ち解けてないね。変わってんじゃん。え、この時点で変わってんじゃん。マジか。これ地味にあれじゃないですか、新セリフじゃないですか。新セリフではないけど、まあ一応これ見てなかったやつですね。とりあえずいっぱい一緒に過ごして絆を深めてよんっていうことで。マジか、すごいっすねこれ。一応下がったらちゃんとそれ用のセリフあるんですね。だからこいつ本当に実質ダクマ専用の夏気度判定に使えますね、このおじいちゃんは。マジか、すげえな。じゃあ私ちょっと夏気度の仕組み分かってないんですけど、もっと下げてみましょうか。ちょっともっと下げられるのかちょっとよくわかんないですけどね。とりあえず復活層29個ぐらい残り残ってますので、それ全部使って下げられるだけ下げて、もう一回やってみましょうか。どんぐらい下がるのか。またプリンがいいな。プリンで行こう。はい、また私を倒してねっていう、ちゃんとお願いしましょうね。皆さんも倒してもらうときは、まあ今回はいきなり復活層使っていきましょう。復活層枯れるまでね、やっていきたいと思います。はい、使って、でこれなんかまたどうせコメントとかで言われると思いますけど、夏気度の下げ方として火炎玉とかを使って、それで万能粉だっけ、それを使って毎ターン毎ターン状態異常回復して夏気度を下げるっていうのが結構ね上等手段らしいっすね。はい、ここで、倒されていく。ナイス。ですが私は火炎玉とか今この別ロムなんで持ってないんで、で移動させるのもめんどくさかったんで、今回は復活層を使うって感じですね。またコメント欄で突っ込まれそうなんで、先にね言わさせていただきたいと思います。はい、入れ替えて、はい、あとはひたすら倒されていきましょう。うわー、ごめん、普通にこいつが死んじゃうわ。なんなら死んじゃったよ。はい、バイバーイ。うわ、残ったし、60レベルのプリンのジャイロボール耐えたし。マジかよ。じゃあなー、オッケー、バイバイ。死んで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 、オッケー。はい、無双。よし、相手の PP 大丈夫か。つか相手の体力がステミタックルのおかげでめっちゃねえわ。もう大丈夫か。オッケー、復活層残り10個。よし、ありがとう。やべえ、死んじゃう。大丈夫か、ステミタックルの反動でやばい。もうそろそろ体力ねえぞ相手。プリン頑張れ。わ、悪あがきになっちゃった。プリンやべえ、悪あがきになったぞ。マジか、やべ、死んじまう。あー、死んじゃった、プリン。うわ、お前よく頑張ったよ、ありがとう。あ、やばい、ダクマのレベル上がっちゃうわこれ。あ、ダクマ死んでたからよかった、危なかった。経験値もらってたら夏気度上がってましたから、ちょっとやばかったっすね。プリンは多分全部攻撃技だからやりやすいんですよね。うわー、復活層残り5個。4、3、2、1、これで使って終わりですね。はい、これで復活させて、はい、元気を取り戻した。これで OK ですね。はい、であとは逃げていくだけ。経験値を与えたらダメですからね。で、ここも引きずって歩いちゃうとあれなんで、はい、ここで入れ替えてエースバーンにちゃんとしていきましょう。はい、でエースバーンで、本拠地に戻りますと。はい、で入っていきましょう。はい、じゃあ改めて状況
今日整理しますと、味方にも復活層とか使っちゃったんで、だいたい25個ですね、合計ぐらい復活層を使いまして、もちろん25回ぐらい瀕死になっております。これでさすがに夏気度最低にはなってると思いますので、これでねマスタードさんなんていうのか聞きに行きたいと思います。はい、ここで話しかけていく。およよ、スリーチのダクマの今の関係は？全然打ち解けてないね。まあ、一緒かい。なんだよ。せっかくすげえ頑張ったのに、これ何分かかったんだよ。おいおいおい、それかよ。もうちょっとなんか、罵倒してほしかったわ。なんだよ。もっと期待してたのに。一応もうこれで検証終わりなんですが、もちろんね、これを知ってる人多いと思いますけど、結局このダクマの下りは、夏気度だけが重要なので、夏気度を上げればいいので、景色を見させなくてもいいってことなんですよね。ですから、例えば、ここに、私先ほど木の実ちゃんと集めてきましたので、とても仲良くなりやすくなるみたいな、木の実あげれば景色見させなくてもね、夏気度が上がって、ストーリーを通過できるということでございます。ですのでこれちょっと上げてやっていきたいなと思います。これでまあウブの実5個とか、上げていきましょうか。まず5個上げた時点でどういう反応になる。はい、スリッチと今のかもなく不可もなくって感じだねっていうことで上がるってわけですね。もうちょっと上げてみましょうか。じゃあマトマの実、これを、はい、5個使っていきましょうか。話しかけていくと、およよ、ダクマの今の関係はだんだん打ち解けてきたんじゃないっていう感じで上がるわけですね。なるほどね。はい、これ6個全部上げちゃいましょう。これでいいかな。およよ、今の関係は結構仲良しちゃんになってきたね。キャンプで遊んであげるのもフレンドリーの鉄板だよと。あー、そういうことね。ロメの実を4個上げていきましょう。はい、これで仲良しちゃんになってきたら、まだネコブの実も4つ上げとこうか。これでいいんじゃない。もうここで話しかけていく。今の関係は？え、まだ？え、まだ無理なの？はい、ザロクの実、7個上げていきますと。今の関係は？仲良しちゃんになってきたね。あ、もうこれ以上は上がんないっぽい感じかな？もしかして。まあ、こんな感じで夏気度を上げることできますので、別に景色を全部見せる必要はないってことですね。せっかく夏気度めっちゃ下げたのに、すぐに夏気度上げるっていう愚行をさせていただきました。ということで検証結果、ダクマの夏気度を下げたら、マスタードのセリフは、全然打ち解けてないね。になるでした。先ほども言いましたけど、このゲームやってて夏気度下げたりした人ってのはあまりいないと思いますので、今回のは意外と新しい発見だったんじゃないかなと思います。しかもちゃんと一応新しいというか、まあ新しいセリフがありましたので、今回の検証は、まあ、うまくいったというか良かったんじゃないかなと思います。っていうか思ったんですけど、瀕死20回以上させて復活層20回以上口にねじ込んで、それでまだ全然打ち解けてないねぐらいだったら全然マシっすね。もしこれ実際のこと考えたら、ダクマ逃がす検証とかありますけど、ダクマ逃がさずとも逃げてるぞ。